今日はあの拍手が多くてとっても嬉しいです。ありがとうございます。薬膳のイメージとはちょっと異なる盛り付けもおしゃれな料理2品をご紹介していただきます。鶏肉ってすごく優しく元気をつけてくれる、お肉なんですね。健脾っていうのはその胃腸の働きを活発にさせてくれるようなあれで、気っていうのがこのエネルギーだと思っていただければいいかなと思います。食材からその薬を見つけてったものなんですね。だからもともとは食材からなんです。それがどういう体に影響っていうか効能助けてくれるか私たちの体を、整えてくれるかというところから始まったのが薬膳なんですね。毎日の毎日の召し上がっている食材自体に力があるのでそれを上手に取り入れていくことが必要です。油が少ないものの方が消化はしやすいです。今日は夏なのであっさりと胸肉スルッと出たここここの最後の三角のところがどうしても火が通り過ぎてしまって美味しく召し上がれないっていうことでこのねいやと思ってこの端っこ折っちゃったんです。折って、皮で包んでしまいました。皮のところはいらない油が出てきます。そうするとパリッとしてそれは美味しいです。だけどお肉の麺のところしっかり焼いてしまうと今度パサパサになって硬くって美味しくなくなっちゃいますよね。なので、ここで、皮目から、焼いていただいてオイルをね周りのオイルを回しかけています。これフランス料理とかで料理用語ではアーローゼって言うんですけれどもこうしていただくと均等に火が入っていく旨味ジューシーさ中に閉じ込められて美味しいです。ひっくり返します。とパリパリっと美味しそうに焼けてますし皮の方もくっつかないように、ある程度火が入ってくれば絶対剥がれるので剥がれないうちはまだだなと思っていただくぐらいの方がいいかなと思います。新生姜生のです。色変わっちゃうのでここに準備しておくときにはもう塩とそれから大さじ1杯のお酢は加えております。コクとかが出るのででも濃い口だと色ついちゃうので今日は薄口を使っていきます。はい、このソースはもう刻んで混ぜれば出来上がりというソースですね。はい、簡単なんですけどねこれもういろんなお料理に使っていただけるかと思います。しっかり室温に戻しておいてください、ね、よいしょ。皮ってねこの柑橘類の皮ってすごく気の巡りを良くしてくれたりとかやっぱり私たちリフレッシュされますよね。なのでそういう柑橘類の皮とかもね上手にお使いいただければと思います。タイは元気つけてくれます。で枝豆胃腸の調子活発にしてくれたりプラスアルファ肝をぎなってくれて血もぎなってくれて利水の作用もありますのでちょっとむくんでたりとかする時も良いということですね。ハトムギを入れていきます。そしてそこにお水です。でこのハトムギが柔らかくなるから濃度が出てくれるんですね。このハトムギがね今日いい仕事してくれます。あと枝豆もね濃度出してくれます。枝豆もちょっと火を再度入れていただいてから、ミキサーにかけていただいた方が枝豆も柔らかくふっくらしてミキサーにかかりやすいのでここで、少し温めてしまってください。でこんな感じで、あとはミキサーにかけてしまいます。でミキサーにかけたものが出てきました。はい、滑らかにすればよろしいですね。はい、はい、滑らかにすればピュレ状にしていただければ結構です。でムニエルにするにはどうしてかっていうと結局ちょっと固めてあげてるっていうか崩れやすいものをうまくしていく。今日はもう先生その切り方が味噌なんですね。はい、で普通長く切るんですけどちょっとこう輪切りにするところが輪切りにしております。もしね皮付きでお魚焼く時も皮の下に油がたくさんあるので、皮目の方から焼いていってください。お醤油ちょこっと周りからじゅわっとしていただくとまたコクが出るというかこの旨味が美味しいですよね。ぜひぜひ皆さんお家でこんな盛り付けもね楽しんでしていただくと良いかなと思います。楽しんで体の調子を整えていただければと願っております。